はい、えー、こんにちはレトスのおのです6月19日の3問に入る前にご連絡いたします短期講座の値上げまで残り、えー、1日となりました20日の夜中までは今の価格なんですけども21日になると値上げになりますのでご注意ください試験まで残り4ヶ月なんですけども4ヶ月あればまだ合格できます ただ、勉強の仕方を間違えると合格できないんですね。まあ、この勉強の仕方を間違えてしまったら1年あっても合格できないんですけども、いずれにせよ合格できないので、その点は注意しましょう。なので、ちゃんと理解をしながら学習するということを今から行えば、今年の合格も十分できますので、もし今年絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの事故をお待ちしております。短期講座については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。 それでは本日の3問に入っていきます A は第三者 C の脅迫により A 所有の土地を B に売却し B は善意の D に売却をし移転登記もなされたその後脅迫を原因として AB 間の売買契約が取り消された場合 A は善意の D に所有権を主張できるマルかツかという問題です考えたい方は動画を一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください で答えは、これ、丸ですね。第三者 C から脅迫されて土地を売却した場合、脅迫された A は売買契約を取り消すことができます。これは、相手方 B が脅迫の事実を知っていても知らなくても関係ありません。そして、脅迫の取り消し、脅迫による取り消しっていうのは、善意の第三者 D にも対抗できます。今回はこの部分なんですね。この部分の出題です。 これは、善意の第三者 D より、脅迫されたもの A を保護しているということを表すんですね。C さんが A さんを脅迫しました。で、脅迫を受けた A さんは、もう仕方なく B さんに売却しました。で、B さんが転売しました。で、D さんっていうのは、その脅迫の事実を知りませんと。従って、脅迫を受けた A は、善意の第三者 D に対して、 取り消しを主張することができる、所有権を主張することができるということです。まあ、今回、善意ですけども、善意無過失であったとしても、A さんは所有権を主張することができます。で脅迫の場合っていうのは、まあ、本人、どうしようもないんですよね。もし、あなたが怖い人に脅迫をされて、身の危険を感じたら、おそらくその脅迫に従うと思うんですよ。だからもう脅迫の場合っていうのは、相手方や第三者よりも脅迫を受けた者を保護するというふうなルールになってるんですね。 したがって相手方や第三者っていうのがもう全員無過失であったとしてもこの相手方や第三者を保護するのではなくて脅迫を受けた者を保護するルールになっていますこの点ですね詐欺と違うんですよね詐欺の場合っていうのは本人騙されたっていう落ち度もあるわけですよだから相手方とか第三者が全員無過失だった場合相手方や第三者を保護するルールになってるんですけども脅迫の場合はそうじゃなくて脅迫を受けた者を保護するルールになってるんだと というふうに頭に入れていただければと思います。で、問い2ですね。公県知事免許の宅建業者 A が、公県知事から宅地建物取引所の交付を受けている C を専任の取引士とした場合、C は同知事にその書き換え交付の申請をしなければならない、ルか×かという問題ですね。で、答えはこれ×ですね。えー、そもそもこれ書き換え交付申請っていうのは、 住所や氏名が変更にななった場合なんですよで今回、住所や氏名って変更してないんですよね、まあ。従って書き換え交付申請をする必要はありませんえ。住所や氏名を変更した場合っていうのは、変更の登録申請をすると同時に、え宅建支障取引支障の書き換え交付申請もしなければなりません。まあ、このあたりですね、まあ、混乱しやすい部分なので、合否の分かれ目になってきます。 分からなかった方は重要ポイント覚えられていない証拠なんでしっかり、えー、押さえておきましょう。またですね、ボンミス。これすごく注意していただきたいんですよね。これボンミスをするってことはこれ、理解できていない証拠なんですよ。で、何が理解できてないかというと、問題文を理解できてないんですよね。で、問題文の理解って実は卓研に合格する上で一番重要なことなんですよ。解説を理解するよりも、問題文を理解するっていう方が重要なんですね。 なので短期講座では一番最初に問題文をどうやって理解するのかここをお伝えしてますこれはですね予備校とかでもあまり教えていない内容なんですよねなので自分自身で研究しながらそこは理解を深めていくっていう形になると思いますなので自分自身であ、じゃあどうやって問題文を理解したらいいのかわからないまた読解力がないという方はぜひ短期講座をご検討ください読解力ない方であったとしても私がお伝えするやり方をすれば読めるようになってきますのでご安心ください では問いさんです。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者、または占有者に対して、当該土地、または当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。丸かつかという問題です。で、答えは、これ正しいですね。 ま、これは丈夫そのままなので、そのまま覚えていただいて大丈夫です。知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者、または占有者に対して、何を求めることができるのか。これは、土地の状況だったり、土地内の工事の状況について報告してくださいと求めることができます。まあ、ここは、そのまま頭に入れていただければと思います。そして、はじめにもお伝えをした通り、 本日から短期集中実力アップ講座を開講させていただきます。これまで勉強してきたけど実力がついていない。卓研試験まであと数ヶ月しかない中で何をどのように勉強したらいいのかがわからない。忙しくて時間がないけど今年卓研合格したい。もしそう思っているのであれば短期集中実力アップ講座はおすすめです。無理なく無駄なく効率的に卓研合格を目指せる短期講座で あなたを卓券合格に導きます。一緒に勉強して卓券合格を目指しましょう。先月末まで開校していた個別指導については、約20万円受講料をかかってたんですけれども、この短期集中実用カップ講座、短期講座は半額以下の受講料で受講していただけます。まだ今からでも今年の合格目指せますんで、理解学習を実践して、今年絶対合格しましょう。あなたの受講をお待ちしております。短期集中実用カップ講座は、 この動画の下の概要欄に URL 貼っときますんで、ぜひそちらからご確認ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスのオノでした。